キチャンネル。こんにちは。今日はですね、まあサムネにもあるように、前半戦のパリーグ総括っていうね、ところで今後の展望を占うっていうところにもなるんですけどもですね、ちょっと最近ですね、袴田さんがですね忙しいみたいでですね、この YouTube 里崎チャンネルのスケジュールに合わせられないっていう事情が起きまして、でもこの番組は里崎が人に合わせるのじゃなくて、周りが里崎にのスケジュールに合わせて行っていくという、番組に、なっております。まあね、忙しいことはいいことだからね、悪いことじゃないのよ。だからこれはね、褒めていくべきだと、思いますけども、でもこちらも運営していかなきゃいけないっていうね。ところでですね、今回2代目 MC パートナーというところの、今後だってスケジュールが合わなかったらそうせざるを得なくなってくるのよね。でしかも最近ちょっとですね、里崎の DM の方にもですね、私どうですかみたいなね、一緒にやらせてもらったりできますかっていうね、売り込みも結構あったりするんですよ。っていうところでね、今回実験的に、では実験的にって言ったらね、その来る人に申し訳ないんでね、ちょっとなかなかあれですけども、今回のこのね、セパの、総括に向けてはですね、まあ2代目になるかどうかはちょっと分かんないけども、新しいパートナーと共に、やっていきたいと思います。ということで今日のパートナーはこちらです。はい、こんにちは、袴田です。こんにちは、佐藤さん、こんにちは。なめてんな。なめてですか、袴田さんじゃないですか。まあそんな手さすがに太くないじゃん。あ、袴田です。ノースリーブで、ノースリーブで楽天も来て、うん、ね、僕はちょっとオリックスですけども。なめてんな、里崎チャンネルなめてんな。なめてませんよ、こう真剣にやってんだよこっちは。真剣じゃないですかこれ、ノースリーブ着て。ちゃんとしたパートナー呼んでこいよ。え、女性、僕じゃないですか、DM 送ったの僕ですよ。DM 送ったの僕じゃないですか。知らんやろお前、俺の DM に送ってこれんやろお前。え、僕アシスタントでいいんですか、2代目。いや無理やな。え、キャンセルや。じゃこの僕が次まだ出れるかどうかっていうのは、出れないへんよ、再生数でちょっと決めてください。無理やろお前。いい、できんのね。できますよ、うん、はい。今日はね、はい、パリーグの総括っていうところで前半戦ね、はい、というところでよ、首位ソフトバンク、2位西武、3位楽天、4位ロッテ、5位オリックス、6位日本ハムっていう形でね、前半戦終わったけども、なんとなんとよ、ソフトバンク対から5位オリックスまでのゲーム差が 2.5 です。いやー、そうなんですよね。一瞬先は A クラス、はい、一瞬先は B クラスよ。これどうなんですか、この戦う側としてはメンタル的に。いいじゃん、だってもう優勝狙いんだよ5チームが。でも一戦一戦これ緊迫してくるじゃないですか。そんな別に緊迫してこないよ、まだあと50試合あるんだから。ああ、そういう考えなんですね、うん、これがあと残りだから20試合ぐらい、だから去年のロッテみたいにマジック3から減らせなくて終わるみたいな感じに今年もなるかもわかんないね、はい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 、そういったところではね、はい、でもまあこのね一番この状況を招いた、はい、まあ、一番の理由知ってるか。わかりますよ。何、日本ハムスは何言ってんのお前、今日本ハムのファン敵に回したの完全に。日本ハムが一人で全ての借金を背負ったっていう、この一番の問題は、はい、コロナでしょ。いや、まあそうです、ね、コロナでガンガン人抜けて、ああ、そうですね、って言ったところで結局ソフトバンクは伸ばしきれなかったよ、はい、伸ばさなきゃいけない時にコロナの離脱者出て伸ばしきれなくて、うん、日本ハムもよ、はい、新人監督では最多の6連勝か、はい、7連勝7ですね、うん、はい、なってよ、はい、で、おーと思ったら上沢は骨折、うん、松本骨折、はい、コロナで人おらん、首脳陣もおらん、はい、怒涛の連敗で、まあね、日曜日で勝って止まったけども、もう完全コロナと、うん、だからもう終盤もね、はい、ぶっちゃけたらコロナ次第だよ。でもまあ言い方はちょっと難しいからあれだけども、まだ今なった方が良かったかもわかんないね。でこれでオールスター休みで4日空くからワンカード分得するわけじゃん、はい、で はい、もちろん症状があったらなかなか復帰できないけど、症状なかったらすぐスンって復帰できるわけやろ。そしたらこれシーズン終盤の残り30試合切ったぐらい、100試合超えたぐらいからね、30試合切っていきなりコロナで離脱したら終わるよ。
そのチーム。でもこのコロナから復帰してこうパッと自分のパフォーマンス出せるもんなんですかね。どうなんですかね。だからその無症状だったら、はい、まあ家の中でも動けるやん、うん、素振りしたりもできるし、はいはい、トレーニングも別に家の中でもできるから外に出なくてもね、うん、できるけど症状あったらできんやん、うん、だそこが問題だと思うよ。あとあのドームかドームじゃないかにもよるよね。あのそうっすね。ドームじゃなかったらいきなり10日がもろ暑すぎてみたいなところもあるけどもよ、うん、まあこの、まあ、成績だけで見ていくとよ、はい、チーム打率が今1位がソフトバンクの2割5分5厘、はい、で何気に西武がチーム打率いいかと思いきや2割2分6厘でワースト2位なのよ。だから何気に打ってないのよね。でもホームランは74本と、まあ、山川がねいるから一番打ってるんだけども、やっぱね今年は西武のこの頑張りが昨年最下位から、はい、あれ2年連続最下位からのリーグ優勝あるんじゃないですか。可能性はね。だからそれを支えてるのも、まあ、防御率がね今 2.51 とパ・リーグダントツ1位だから ね、うん、でその中でリリーフの防御率が 1.77 だから、ね、うん、水上、平良、増田、今年佐々木もね、はい、良くなってきてるし、僕個人的にはボー君好きなんですよ。んボー高橋、うん、まあ球速いよね。ストライク取れるかどうか、ああいうタイプ好きです、うん、でも先発も 2.95 と、はい、あの3番目にいいからね、うん、そういったところではこのまとまってるよね。でもこれね、去年までだったらファーボール、ファーボールが多いって多分多くの解説者言われてたと思うんですけど、うん、この投手力が良くなった要因って何なんですかね。だからまあその外国人、円ですね。ああ、円ですね。ハマったね、はい、あと、ヨザアンダースロー、うん、はい、だってあの高橋光成と松本は一緒なわけでしょ、はい、去年だって松本も受賞してるし、ここの2人は一緒なわけよ、うん、はい、で新しく出てきたで言えばあのヨザ、うん、で、円ですね。円すだってエンスが今6勝5敗、防御率 2.31 で、うん、やっぱこう試合作ってるじゃんね、はい、ヨザにしても7勝3敗、防御率 2.44 だからね、はいはいはい、だからここの先発の安定で最初ね隅田佐藤っていうルーキーで行ったけども、うん、まあ、やっぱりなかなかちょっとね、はい、隅田もあの勝てる時に勝たしとけば今1勝7敗だけどこんなことなかったのよ。そうですね、3勝3敗ぐらいで生きてんのよ。でもこう抑えてる時に打ってくれなかったっていうね、うん、あの山川がいなかったりね、はいはい、したところもあったけども、まあそこはなんであとあの佐藤でしょ、うん、で佐藤とこのねあの隅田は、まあ、序盤頑張ってるよね。でここからまたね今井と渡辺が来てるから、そこがもしうまく回ればっていうところもあるし、まあ、平井がね何気に5勝5敗だけど防御率 2.42 と試合は作ってるっていうねところで先発のね、まあ、安定っていうね。そでなんといっても西武がねクオリティスタート率が 47.31% でワースト3位だから要は、はい、あのもう変わるのよどんどん、うん、もう下手したら5回で変わるから、ね、それってどうなんですか。いいんです、だってもう後ろが佐々木、あの水上、平良で増田いるから、であと本田もね、はいはい、あの良くなってきてるし、本田圭佑ね、で 森脇もいるしっていったところで、それはもうどんどん変わって、だから昔の JFK みたいなもんよ、うん、阪神のね5回全力でみたいな。だからまあその先発もね楽だよね。もう5回全力でいってダメだったら変わればいいやんみたいなね。でそこで若干ねこの交流戦前増田がいなくなったのが痛かったね、うん、ちょっとリリーフのバランスが崩れたけども、あと山川がめっちゃ打つじゃん、やばいっすよね今年、うん、ちょっと打率はね、はい、下がってきたけども、もうちょっとそんな全力疾走する必要ないけど、もうちょっとちゃんと走った方がいいんちゃうかっていうところはねかなり思うけどね。ボン出したらすぐ諦めてますもんね、うん、ちょっと村上との比較の差が激しすぎて、山川選手だけ申告アウトとかしたいんじゃないですか時間もったいないでしょあれ、絶対走らないんで。でもその中でね、だから打線はやっぱりね、うん、なかなかそん森も若干上がってきたしね、はい、でも全体的にそんな打線はめちゃくちゃいいかって言われると、まあ、山川だけ気をつけとけばみたいなね。僕個人的にはこう森選手がキャッチャーじゃなくてこう DH に今最近入ってると思うんですけど、うん、そのあたりってどうなんかなって、こうやっぱキャッチャーで出てほしいなっていうの思いがファン的にはあるんですけど、あとは森がいなかった時にこの柘植子が、はい、で牧野、はい、ここら辺が頑張ってその投手陣を盛り立てたっていうところもあるから、あ、まあ、そこら辺もしっかり使っていきたいんじゃないの。あ、なるほどなるほど、うん、そこはバランスよくね、はいはいはい、でもそういったところではやっぱ一番ダークホースはやっぱ西武だね。お何気にここからね、コロナも帰ってきて
パチッとはまればね。でソフトバンクはちょっとすぐ、はい、やっぱこうね栗原上林の状態いい時怪我がね、はあね、であと又吉の怪我が何気に一番痛いよな。痛いですね。でそこでまあ森が帰ってきたっていうところもあるけど、チーム打率ね2割5分5厘はパ・リーグ1位、うん、であの得点圏打率2割5分6厘もパ・リーグ1位、はい、っていうところでね非常にいい形は作れてるんよ、はい、で防御率が 2.98 で、パ・リーグ3位で、リリーフはね 2.8 出して、防御率1位っていうね。でしかもなんと被打率が2割1分5厘と全一番打たれてないよパ・リーグの中でね。そういったところでも柳田がね若干打ち出してきたから、そうですね、うん、やっぱあとグラシアル・デスパイネが頑張ってくれないとっていうね外国人、うん、ところもあるし、まあ、柳町がね、うん、今年一番のブレイクかなと。で斎藤和美役今宮がねホームラン捨てたから今いいっすもん打率、うん、でも若干人の出入りが多すぎてね、うん、なんかこの突出した何かがないっていうところでは、はいはい、若干なんかこう怖いよね。僕もやっぱ三森選手の怪我が痛いね。どうしてもやっぱ痛いなと思っちゃうんですよね、うん、でもあの野村勇とか、はい、周東とか、はい、あと牧原もねいい形で頑張ってるからね。だからよ周東がブレイクして、はい、怪我して三森出てきて三森がブレイク仕掛けたらまた怪我で周東にチャンス与えるってお前何やってんやっていうここ掴み時やろっていう。そうですね。でも結局はでも先発も千賀がね、うん、ちょっと良くなってきたけど石川もなんかもうね投げてみてみたいな悪くはないけど、うん、でレイで、まあ、和田大関、うん、大関もちょっと疲れてきてストレートがね、そうですね、ちょっとこのキレが落ちてきてるからこの4日間休んでどうなるかっていうね、うん、ところだけども絶対的には強さないね。そうですね、うん、だからソフトバンクも5位になる可能性もあるからね 2.5 ゲーム差だから独走感じじゃないよね。そうなんですよ。でもまあコロナとかしたら全員帰ってきてどうなのかってあるけどなんか独走するほどの強さをね、はい、感じないね。まあ、なぜ秋吉投手がねどうなるかだね、はい、又吉のねそうなんですよ、うん、埋めるかだからそこら辺はまあ後半戦からなるだろうけど、はい、まあ、楽しみだね。はい、楽しみです。あと津森の勢いがちょっと落ちてきてるのが気になるね。前半戦めっちゃ良かったのにね最初出だしねちょっと最近バタついてんなっていうねところはあるけども、まあ、全体的にねどうなるのかって、まあ、ちょっと全体的には強さないね。そうですね、うん、で楽天、はい、楽天がなんとチーム防御率 3.22 とワースト2、うん、で先発は 3.30 とワースト、はい、日本ハムと同じ で、はい、でリリーフが 3.05 と、3位タイ、ね、でチーム打率2割4分6厘はパ・リーグ2位得点圏打率2割5分2厘もパ・リーグ3位か。うーんピッチャーやな。マー君ずっと勝てへんかったしな。そうですね、マー君苦しみましたね、うん、で早川今お休み中だから、ね、お休み中なんで金島がねいい感じなのよ今復活してきましたね、うん、で則本騎士でしょ、はい、でリリーフも若干あのブセに釣りなくなってバタついてるからね、うん、なんかちょっとやっぱピッチャー陣バタつくよ ね、 そうっすね。やっぱあと外国人がいないからねまた、だからここ最近ね、はい、あの辰巳が元気だったりとか、まあ、浅村が打ち出したからね打線がいい形で回ってるけども、このなんかチーム全体の波がいい時と悪い時がほぼみんな一緒みたいな流れで来るから、この連勝連敗が来るっていうところでは、まあどうなんだろうねピッチャー陣ね。あとあの2軍でいいんだけど1軍来たら全く打へんからな、内田とか岩見とかあそこら辺、まあ、あの渡辺ぐらいが頑張ってるのね、はいはいはい、あ武藤、ね 武藤ぐらいで頑張ってるのこう2軍で打ってホームラン打ちましたしね、うん、だそういったところのやっぱ底上げもね必要かなっていうところはあるけども、まあでも楽天もまだ優勝のチャンスあるからね。そうですね。で続いて、はい、ロッテ、おロッテ防御率 3.06 は、パ・リーグ2位、うん、でもあの救援防御率 3.66 、ワースト5位です。ワースト2、下からもうハムと、だからリリーフがやばいのよ、ロッテは、防御率が、あなるほど、全体的に、あとロッテのね、だからでもロッテ、だからクオリティスタート 62% で一番高いのよ、ほうほう、先発めっちゃ頑張ってんのよ、はいはい、でもまさかの、あの援護率が 3.04 と、ワースト、全く援護されてない、で、バッターも得点圏打率、2割3分5厘で、パ・リーグワーストです。で得点も294点でパ・リーグワーストです。どうしたんですかね。
打たれへんもんな全然。だってロッテはさ、はい、もう小木の高部に、はい、もう次第だから、もうおんぶで抱っこですもんね。小木の高部が塁出て、はい、かき回して、はい、クリーンナップで返すか、下位からやってきたやつを小木の高部で返すか、あそこが出なかったらもう多分終わりだよ。そうですね、うん、でまあ、若干終盤ね、はい、レアード井上がちょっと打ち出してきてどうかなっていうところはあるけども、あと佐々木朗希がどこまで復活できるかで、豆から豆ね長いで、いや朗希君頑張らないとこれちょっとやばいですからね。そうだね、だから佐々木朗希の頑張りにもよるけどね、はい、だって大島なんてあんな頑張ってんのに一生だな早い、はい、かわいそうにも程があるよ。だから先発は頑張ってんのよ。でも打線なんだよ、ロッテはもう打線、うん、だからね、ソフトバンク、まあ、これ最後に言おうかな、うん、でオリックス、オリックス、お首位と 2.5 ゲーム差、チーム打率2割4分1厘、うん、パリーグ3位、防御率、2.78、 パリーグ2位、先発 2.65 はパリーグ1位だよ、先発の防御率。いやすごいですね、うん、QS 率 54% パリーグ2位、ね、でも援護点が 3.30 でワースト2位、だから援護が少ない、うん、で得点圏打率2割4分9厘パリーグ4位、だから西武も得点圏打率2割3分6厘で低いんだけどね、だから一発攻勢で点取ってるんだろうね、はいはいはい、でもオリックスやっぱ山本、山岡、田島いるからね、はい、でもちょっとねリリーフが不安すぎるな。しかも平野もちょっとね今コロナで離脱してるから、離脱しました。ワゲスパックもギャンブル抑えやろあれいい時はいいんですけど、やばい時やばいんですよね。ストライク入るかどうかを心配しなきゃいけないからね、はいはい、だから先発はいいんだけどリリーフがちょっと、これね昨年まで投げてたね、うん、山田君であったりとか吉田亮っていうのが今2軍なんですよ、うん、そうだね、これ何しとんかなと思って、ちょっと毎週までちょっと見に行こうかなと思ってるんですよ。ちょ見に行って見てきてよ。いや本当にこれね後半戦出てこない限り、うん、きついっす、うん、オリックスリリーフ防御率 3.05 は、うん、1、2、それでも3位よ。でもリリーフやな、うん、あとまあ、うん、1、2番か、去年のやっぱ福田宗並の 1、2 番、うん、やっぱ連動なかなかしないもんね、今石岡も頑張ってるけど、はいはいはい、で吉田杉本でしょ、はい、っていうところだね、うん、杉本1番はちょっと違いますね、さすがに、うん、だから何気にちょっと去年に比べたら打線のこのつながり、中川頑張ってるけど、いい形で気合が違いますね、PL 最後の選手ね、はい、中川いい形で頑張ってるけども、でもワンチャンあるね、先発いいだけに、うん、山本でしっかり勝って、だから山本も最近負けて勝って負けて勝ってしてるから、うん、あれもうちょっと勝って勝って勝って負けてぐらいにいかないとね、うん、ちょっと もう一回山本の月間 MVP 級ぐらいのやついるね、まあ、なんといってもね、後半は、うん、ムクノキ君、うん、サスさん一押しのなあ、はい、いいよな、抑え候補かと思ったらもう先発やな、あれだ。そうですよ、あとあれは俺は宇田川期待してる、育成の、うん、あ仙台大ですからね、うん、よかった、フレッシュオールスターで育成の時からこう入らないってこうすごい葛藤があった選手なんですよ、うんうん、それ育成だからね、それは、はい、悩むのも分かるよね、はい、でももうリリーフ困ってるんだったら今すぐね、はい、試合感みたいな、うん、あと日本ハム、はい、いや本当7連勝できた時はこれ10あと12、うん、3連勝ぐらいしたら面白いぞと思ったけど、そこから6連敗だから、はいはい、その7連勝ほぼ意味なくすっていうね、うん、ところになるけども、まあでもね来年への期待値で言うとかなり高いよ。そうですね、やっぱこのね今もロメロから今川が満塁ホームラン打ったりとか、まあ争わるよ、だからね、はい、その一発の活躍、一発の結果出す力はあるけど、それを継続する力が全員ないんだよ、うん、でも継続しなかったらプロの一軍では戦えないんだよね。それ継続していくってどうやってやるんですか。ん、もう練習しかないんですか。そういうわけでもなく傾向と対策とかの勉強、相手はさ、はい、その苦手なことを研究して攻めてくるわけで、はいはいはい、その要は一軍と二軍の大きな違いの中の一つは、はい、まあ、一軍のレギュラークラスっていうのは、はい、長所っていうのは意識しなくても打てるところ、はい、短所は意識しなかったら打てないところ、うん、逆に言うと意識したら打てるんだよね、うん、短所も、うん、でもその一軍レベルになれない人って長所は打てるけど短所が全く打てないの、ずっと。なるほど、だからそこばっかり攻められて打てなくなるんだよ、はいはい、だから自分の打てるとこしか打てないから、はい、だから確率が下がるんだよね、はい、だからそこを脱却していかなきゃいけないね、はいはいはい、全員ね。でまだ日本もまだコロナでいっぱい消えてね、やっぱ松本の怪我が痛いよな。痛いっすね。あと上沢の怪我も痛いし、だからそういったところでは、でも未来ではそういった松本もそうだしね、まあ、石井も良くなってきたしね、はい、で万波で今川とかね、だから近藤が FA しないかどうかだけが一番ミソなんだけども、若干リリーフはねバタついてるけども、そうなんです。長谷川君どこ行ったんかなと思ってね、ルーキーの僕期待してたんですけど、うん、
左のね。でもまだルーキーだから。こっからだから。今年活躍するのだと、で宮西投手がどうなるんかなっていうのは。まあもう年だからね。もう踏ん張りどころでね。最後のね、踏ん張りどころ。で、あとはその、あれ、ピッチャー加藤が今年いいじゃん。はい。で、伊藤がもうちょっとね、うん、なんかこう凄みがもうちょっとあれば、はいはい、でもまあ未来に向けては一番期待感あるのは日本だけど、もう残念ながら今年は無理よ。もうそうですね、今年優勝目指しませんから。うん、そうそう、なかなか厳しい、はい、っていうところでね、まあこの6球団今後じゃあどうなんのやって言った時に、はい、まあ、ソフトバンクはもう柳田次第だね。ギータが打つかどうかで変わると思う。だからギータ、グラシアル、デスパイネ、このもう3人、これはもうポイントや。この3人ですか。うん、この3人がポイント。もそこがどうか、どうなるかっていうところで、もう基本歩かしたらダメなんですか。でだから後ろにいるやん。だから歩かしてもそこだから、ギータ歩かしてもグラシアルとか、はい、っていうところが後ろがどこまでカバーできるか、だからその3セットだよね。 あと西武。西武はもうちょっと今増田がいなくなってリリーフがバツついて、はい、楽天もね、武藤に平が打たれたりとか、はい、その前もロッテ戦も勝ってるところを逆転されたりだから、はい、もうあのリリーフだね、うん、佐々木、水上、平、増田、うん、ここが1年間かけることなく頑張れるかどうかが、こう西武浮上。あとはちょっとエラーが多すぎんねん西武は。あの意味わからないエラーがありますもんね、うん、人いないとこ投げてましたね、山川さん。あれはあかん。あれでも一番ダメなのはキャッチャーよ。キャッチャーサードいないのになんでお前行ってへんねやっていう話だからだからエラーがだって65で、はい、ダントツですよ。ダントツトップだから、はい、楽天なんて22個しかしてないんだよ、はい、だからここういうところのミスも減らさなきゃいけないけど、もうあの後ろだね、リリーフがどうかっていうところで優勝できるかどうか、うんうん、で楽天は、はい、もう楽天はマーク、則本、岸、この3人やろ。ここでしっかり勝ちを拾って、やっぱこの3人が連敗しないことだね、はい、負けるのは仕方ないけど、もう連敗しないこと、うん、でいけるかどうかがもう勝負だと思う。この3人先発、いやマー君勝ってほしいですね本当に、うん、ここはやっぱり勝ちきれない、の乗っていけないからね、うん、まあ、このね3人、うん、でロッテは、はい、もう高部、荻野のみだよもうこいつら頑張れるかどうかだよ本当打線は。ここが機能したら点取れるし、機能しなかったらもう点取れないから、もう高部、荻野、もうこの2人かけたら終わり。これ仮に荻野、うん、選手怪我したらどうするんですか。終わるよ。終わりですか、うん、だそうですだ今まで言ってるのはそこ崩れたら多分優勝できないと思うよ、どのチーム。なるほど、そうですね、核になる選手ですもんね、うんうん、この今言ってた、だから柳田、デスパイニグラシアルとか、はい、そのマー君、則本、岸とか、はい、そのリリーフとか、ここ多分崩れたらどこのチームも無理やと思うよ。で、オリックスは杉本、吉田やろ、もう。そうですね、ここがもうピッチャーはそこなりに頑張ると思うね、はいはい、この2人がもうちゃんと打てるかどうかだけだと思う、一発も含めて。怪我だけが怖いんですよね、やっぱり怪我とコロナだね。はい、本当に。だからもうこれ、ここがもう多分ダメだったら多分もう優勝になるけど、ここがうまくいったら優勝できる、どのチームも。で、日本ハムは来年ですね、うん、でもまだまだ分かんないよ。でも一番ちょっと不気味なのが西武やな。西武です。あと佐々木朗希帰ってきた時のロッテ、うん、で、自力ありそうなのはソフトバンクと楽天、うん、で、また大穴から来るかってオリックスやな、うん、だからまあね、戦力から見てってなった時にソフトバンク、楽天はんって思うけど、ちょっと伸びきらないから、はい、ちょっと一発逆転面白いんちゃうかっていうのは西武ロッテやな。ちょっとダークホース的な、ちょっと後半危険やな。でオリックスはなんか気づいたら1位みたいな感じになってるかも分かんない。関西ですからね、勢いで来ますから、うんうん、でも一番怖いのはやっぱり西武やな。やっぱりリリーフが揃った時の、そうですね、感じ的に山川が打ち出したら本当止まらないですからね、うん、一番怖いのは西武で、あのだから本命ソフトバンク、対抗西武、大穴ロッテやな。おー、これ楽しみですね、うん、で、あの楽天オリックスはススッと勝ってる可能性ススッと勝ってるススッと俺1位みたいな可能性がっていう感じかな、ここの感じでいくとね。でもサスさん、ロッテ優勝予想ですからね。そうそう、俺ソフトバンク5位予想でも、ソフトバンクの5位の可能性あるからね。全然ありますもんね、これやったら本当にもう、あのどこも分かんない、うん、もう単勝1倍だよ、全員 1.1 倍とか2倍、全員、全チーム、あのどこも、どこもどこもだから、はいはいはい、ほんと、うわー、しんどいですね、これ。まあでもね、後半どうなるか、はい、またね、佐々木チャンネルともに楽しんでいきましょう。はい。